原田慶太郎は、日本人指揮者、写真家である。アメリカ・ジョージア州、サバンナ・フィル・ハーモニックの音楽芸術監督、シンシナティ公共楽団アソシエートコンダクター、アリゾナ・オペラ団、アソシエートコンダクター、リッチモンド公共楽団アソシエートコンダクター、フェニックス・ユース・シンフォニー音楽監督、ツーソン公共楽団、ソロック・ザ・ホックス首席客演指揮者、 シエラビスタ公共楽団主席客演指揮者。2021年より、東京公共楽団正式者、慶太郎原田、コンダクターインターロッケイン芸術高校に、サックスで入学し、幼い頃のミュージカルの衝撃もあって、ブロードウェイのピットミュージシャンを目指した。吹奏楽を教えていた、フレデリック・フェネル先生を見て、指揮に興味を持ち始め、レッスンを受け始めました。 2017年、デザイナー西田竹雄の孫でもあり、元デビスカップ日本代表、倉島映像の娘で、テニスプレイヤーそしてファッションデザイナーとして活躍する倉島優里と結婚。交際そして結婚式はニューヨークタイムズに掲載された。月刊美楽。ありがとうございます。